大家好，我们是阿塔玛孔古力，这次要介绍莱米古鲁王地区的大须商店街。大须商店街的交通相当方便，搭地铁在大须观音站或是上前金站下车都可以抵达。嗨，ここもマークあります。本当だ。从大须观音站的二号出口走路约两分即可抵达。新年。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。初詣。行列だった。ハト。観音通り。オンス。いいね。商店街は珍しいよね。そう。那那那是商店街。東京は？アメ横。名古屋といえば大津。普通のヤバ丼と何か違うの？ちょっと昔のメニューをなんか売ってるらしい。居酒屋らしいな。そうだね。メダカチビ。やばいね。食べ歩き。おでんさん醤油セットもあるし、多分ドリンクもある。団子屋さんもあるな。台湾のタピオカさんも。え、本当だ。古着屋さんもある。これ有名。オースウィード。お土産に。あ、こっちも有名。こっちね。エディスのなんちゃら。オースマップ。おー、広。第一家是手工麻薯专卖店，这次点了有四种口味的豪华套餐，分别有红豆颗粒、红豆泥、黄豆粉和抹茶黄豆粉。ここに書いてる。一口一口先食べやすいね。ね、粒あんとこしあん何か違うの？粒はさ、粒が残ってるじゃん。だから粒あんという？うん。こしあんはもう粒がなくなった。うん、これではこしあん。粒あん。はい。伸び伸び、うん、美味しい美味しいよ。なんでこれしかないの？はずげ裏めくって、うん、もうこれしかない。うん、あたっかい、うん、美味しい。これこしあん、うん、違う？全然違う。こっちすごく美味しい、あんごが溶けてる。わかんない、もうみずみずしいのあんこの感じ、うん、これすごい美味しいね。美味しい、美味しそう。每种佐料的搭配都相当有讲究，甜而不腻的滋味。喜欢麻薯的朋友们欢迎也来品尝看看。抹茶の味が濃いよね。うん。これ甘くないね。すごく美味しい。大人の抹茶の味。うん。第二家是台湾人开的台湾炸鸡店，这家人气超高，几乎所有名古人都晓得。何店舗もあるから。そう。三杯鸡にします。すごく。おお、三杯鸡、美味しそう。三杯鸡って何？あのごま油とお酒と醤油？うん。なんか組み合わせらしい。いただき。いや。でかっ。マジでかい。うん。うん。美味しい、うん、サクサク、うん、ね、ジューシー。完食しました。商店街の中にお寺があります。結構日本のさ神社ってさデジタルじゃないじゃん。でもここはすごいデジタル。でも冬はやってないらしい。なんかあの光とか煙が出てるらしい。面白い。これ何が有名な、なんで有名なの？ここは織田信長っていう武将のお父さんが作った
神社らしいよ。すごい。コロッケ。笑いの人。そうだね。やってるな。コロッケをやってる。コロッケか、コロッケ。コロミセ。第三家是世界比赛冠军的师傅开的披萨店。世界のチャンピオンが作ったあのピザ。で一個なんかコップ入れるの感じで食べ歩きするらしい。チーズなしのやつは350円。はい。でチーズが入ってくると500円。はいはいはい。500円にしようか。マリゲリッタ。私も出て食べるからクレープみたいな。ここ熱いな。焼きたてだよ。うん、焼いてたもん。生地うまいね。もちもちで薄い。世界チャンピオンの師匠だ。見て、お、すごい、うん、すごい、うん、食べ歩きもしやすいし、うん、イタリア全部こんな感じかな。アルゼンチンはそんなことはない台湾通りだ。台湾通り本当だ。これだ。こんな目来た。カオダジパイ。ダジパイ。第四家是日本网友极力推荐的台湾大鸡排。除了大鸡排，这家店还有卖各种盐酥鸡。这次点的胡椒盐大鸡排和鸡皮虾丸炸玉米条的盐酥鸡套餐。紫芋。紅芋？うん。食べたことある？紅芋あるよ。でもこの天ぷらみたいなのないな。おいしいよね、うん、これ結構台湾よく売ってるよ。そうなの？うん。定番？定番。これはエビ団子。うん。練り物、うん、練り物。うんうんうん。エビの味強いね。鶏皮や。私想像よりでかい。うん。これさ、あのジーパンとその衣だ。そう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 だね。混雑で。本当だ。次は何？うさぎ神社。また。三輪神社。あとウサギの今、うん、なってウサギ、幸せのなってウサギ、なってなって、本当だ、かわいい、幸せなる、いつの来るの、いい、かわいい、人が来ると出るタイプ、すごくかわいい、机もわからんけどかわいい。第五家是克梅多咖啡厅本店，在台湾也有分店的克梅多咖啡厅，本店就在大区商圈里，店内装潢摆设很有怀旧气氛。本店。本店。
な感じ。コメダの本店。いいね。在大须商圈逛累了，许多人会选择在这休息喝咖啡。我们点了冰与火下午茶套餐和红豆咖啡。おやつの時間は今おやつの時間？大体三時。何飲んでますか？乾杯。乾杯。たっぷり。コメダ。味もある。うん。おいしい。おいしい。本当おいしい。どうぞ。うん、朝ごはんの小豆と同じかな。うん、美味しい粒あん。粒あん？うん。朝ごはんの味と一緒かも。うん。いただきます。おいしそう。38層あるらしい。そうなの？うん。なんで知ってんのそんな。テレビで言ってた。どうぞ。这次的大须商圈边走边吃行程中，有没有大家也想体验看看的美食或景点吗？今后也会推出各种名古屋旅游影片，有兴趣的朋友们欢迎订阅我们的频道。ファミマイズから帰ります。大阪のファミマイズ。こっちでも行ける。うん、分かったね。バイバイ。